おやすこんにちは、メリーです。今回は、ダンジョンさんのドラゴンキャラが、強化されました。ガチャゲームももちろん強化されてるんですけども、ダンジョンさんのドラゴンもですね、一部がもう強化実装入ってますよということで、前回今回合わせて、作った方がいいなっていうキャラクター、優先的に作っといた方がいいなっていうキャラクターをですね、全部で8体ぐらいかな、ちょっと10体にしようかなって思ったけど、なんか無理やり感出るんで8ぐらい紹介していこうかなと思っておりますので、そちらよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあまずいきましょう。1体目、はい、1体目ニーズヘッグ。もうこれすごい、これね。でもね、昔からやってる人、何年前かな、本当にニーズヘッグが流行ったのって、アシストとかまだなかった時代ぐらいなんじゃないか。ラオウニーズヘッグシステムっていう、もう化石みたいな編成があるんですけど、何のダンジョンやってたかすらも覚えてないみたいな感じですね。で、もともとですね、上段一列非変換、下段一列お邪魔変換のヘイスト持ちで4体でループできるよっていう感じだったんですけども、今回強化によって2列生成になった。で、なおかつヒドロ鏡もできるので、まあ、ドロップジャッカとかが来ても使えるような感じにもなってますよと言った感じなんですよね。で、超つなげも2個もらえて、もうとにかく強いっすね。ほんと周回方面で。簡単めの超重力ダンジョンとかだったら、もうなんならこいつでいけるみたいなとこもあるかなみたいな感じですね。なので、4体でループするような感じになりますし、リーダースキルもね、火を6個以上つなげて倍率出して、火以外を6個、まあ要はお邪魔をつなげればみたいな感じなんで、自身がリーダーとしてもね、使っていけるようなスペックになっておりますので、ぜひですね、まあもう何も考えず、とりあえず4作っちゃっていいんじゃないかなと思いますね。で、小学生こんな感じでスキブもらいました。でかいね。スキブ4つ持ちにもなりますよと。で、バインド耐性がどう頑張ってもないので、ここでこそのクリスマスサレーネですね。クリスマスサレーネがバインド耐性非属性に付与するよっていうリーダースキルを持ってて、なおかつ無効貫通のスキルを持っていますので、まあかなり相性はいいのかなっていう感じですね。はい。ということで、ニーズヘッグ。まあこれはもう作っちゃっていいと思います。はい。ということで、まず1体目でした。次行きましょう。はい、続いて、ヘパイストスドラゴンですね。スキルプラスの烈強3つの、2ウェイプラ2つ、10強3つで、まあ、火力も出るようになりまして、チーム HP、チーム回復持ちですよと。中学生はこんな感じです。2ウェイプラさらにあったり、無効貫通もあったりします。まあ、スキブもあったりと。で、12ターンスキルで、光、火の闇、お邪魔からの3ターンダブル吸収無効2ターンヘイストですね。意外と12ターンで打てる2ターンヘイストっていうことでね、まあ、ヘイスト関連の編成とかでね、意外と、その例えばアグリゲートが出てくるんですけど、頭の中にアグリゲートみたいなキャラクターを使う際に、枚数を少なくするにあたってヘイスト編成を使っていくっていうのに使えたりする吸収無効枠ですね。まあラマモアが似た枠っちゃ似た枠かなみたいな感じですかね。吸収無効とヘイストって考えると、まあそういうところにもね、使えたりします。なので実用的に攻略方面でも使えたりするので、ぜひですね、1体ぐらい作っておいてほしいなみたいな感じです。もしくはまあ母体取るだけでもいいです。スキルレベル結構上げなきゃいけないですよね。16上げですか。はい。まあ、ちょっとめんどくさいんで、P ももったいないっていう方は、とりあえず母体取っといて、まあ、使う時が来ればね、使おうかなぐらいでいいと思いますが、はい。まあ、全然使えてくるスペックですよね、といった感じですね。リーダースキルとしての起用はまあないかなと、芝ドラ降臨で無理やり使わされるぐらいかな、みたいな感じになっておりますが、ぜひですね、一体作っておいてほしいなというキャラクターになっております。次行きましょう。はい、続いてシードラ。これはね、マジ最優先に作ってほしい。僕の中では。もうマジガチストン最優先。全色作ろう。うん。あ、ちなみに、多分、入手ダンジョンを右側に多分記載してる編集の僕が。うん。シードラはマジで作ってほしい。でね、これちょっと気をつけてほしいんですけど、シードラって検索しても、ボックス内この携帯と進化前しか出ないんですよ。ここの携帯で持ってる可能性あるんですよ。皆さんのボックスの中に。シールドナイト。シールドナイトで検索しないとこっちは引っかからないんで、シードラって打っちゃうとね、進化前かこのね、転生みたいな。こっちの進化後しか出ないので、ちょっとそこら辺は気をつけてね。取りに行ったら実はボックスに眠ってたわ、みたいなこともあったりするんでね、気をつけてください。で、こいつ何が強いかっていうと、まず、スキブが4つありますよと。で、回復ドロ強プラス最大3つ持ちにできますよ。まあ、10強2つ、まあ、10強はね、正直火力に期待できないんで、小学生はバインドかスキブでいいと思いますけど、で、スキブじゃない、バインドか回復ドロ強でいいと思うんですけど、指も3秒ありますよ。で、軽減ループがもともと 30% 軽減だったんですが、これが 35% 軽減に
に挙げられてます。はい、もうめちゃんこ強いです。もう文句なしスペックで、ステータスも全然ね、ステータスこれで低いかと思いきや高いんですよちゃんと HP も8000あって、回復も1000超えてるんですよ。攻撃力なんてこいつ不要なんで、別にちょっと低いのは気にならないんですけど、うん、なのでステータスもかなり高いですし、前職ちゃんといるので、いろんな編成で使われてくるかなと思いますので、ぜひですねこれはマジで作りましょうって感じですね。僕も使うと思います。ほぼ確使うと思います、これ方面で。はい、そんな感じですね。次行きましょう。はい、続いて桃園ですね。こちらスキルが多いグラビティのキャラクターとなっております。ちょっとね、付随効果が良くも悪くもって感じなんですけどね。まず、もともとこれ、多分水ダメージ軽減ぐらいしかなかった気がするんですけど、スキルが最大これが、だから、3だから6あってからの7ですかね。で、蝶つなぎも1個あるので、場合によってはまあ火力も出せるみたいな、冬もありますからね。っていう感じになっておりまして、スキルが18ターンで敵の HP 20% 分のグラビティなんですよね。まあ根性を取ったりにも便利ですよと。しかも残り HP じゃないので強い方のグラビティですかね。っていう感じになっておりまして、で、消せないドロップバインド覚醒無効の全回復はいいんですよ。そこまでは。そこまではいいんですけども、HP も回復してる。これね、HP 回復はね、場合によってはちょっと邪魔な効果になってくるかもしれないですね。まあ良くも悪くもなんですよね、ここに関してはね。覚醒無効とかって、まあ HP もそうなんですけど、HP も確か入るんだと。はい、じゃあもう実演販売していきます。まずはじゃあ、HP 満タンバージョン、満タンバージョンドン。はい、早いですね。うん、でじゃあ続いてですね、HP ちょっと食らいましたバージョンね。だから、そこら辺の HP 全回復っていう効果があることによって、このね、このエフェクトが入っちゃうんですよ。まあ、HP 満タン時に打つ分にはもちろん早いっていうのはあるんですけども、うん、これが HP がちょっとでも削られる。まあ、結構ある場面だと思うんですよね。コロシアムとか攻撃食らっててとか、まあ、いろいろね。っていうところで、HP がちょっとでも減ってたら、ここの効果がなくなっちゃうよっていう、まあでも、うん、結構ガチ勢志向なのかもしれないですけど、その辺、周回ガチ勢の方は気にされるんじゃないかなっていう感じですかね。っていうのがあるので、桃園は、良くも悪くも、みたいな効果が付随されましたね。まあ、そんな時間別にね、数秒なんでね、どうでもいいよみたいな感じの方も多いかなとも思うんですけどね。っていう感じですが、まあ、それでもなおですね、これは持っといた方がいいかなと思いますね。はい。ということで、桃園は、まあ、1体ぐらい持っておくと、周回方面でね、出番あるんじゃないかなと思います。次行きましょう。はい、続いて、ノアドラですね。これもね、結構注目されてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、スキルですよね。吸収無効花火ですね。水属性バージョン。まあ、なんか、こう似たような感じだと赤い犬の武器が僕パッと頭に浮かびますけど、まあ、全毒にするよーっていうエフェクトがあるんで、ちょっと気持ち長いかもしれないですけど、吸収無効からの水花火っていうところでね、しかも誰でも入手できますよって、今だったらもう難しくないでしょ、ノアドラの降臨のダンジョンなんてね。昔はまあ難かったけどね、これ。レーダードラゴンってやつですかね、こいつって確か。そんな感じだった気がする。違ったらごめんね。今回でもこいつ嫌な印象をつけられてる人多そうだけどね。超重力ドラゴンラッシュのね、キモいやつですけどね。で、超覚醒こんな感じですね。スキブ4つもありますし、超つなげ2個とかもあります。まあ、無効貫通もあるんですけど、まあ、超つなげで周回方面で使うことができる花火スキルで吸収無効を持ってますので、まあ、今後ね、そういう周回方面の場面で出番あるかなと。まあ、基本的に1体運用なんじゃないかなと思うけども、まあ、2体ぐらい持っておけば、作っておくと、まあ、安心安全かなっていう感じかなとは思いますね。はい、次行きましょう。はい、続いて、スターリング。まあ、武器かなと思いますけどね。本体スペックはまあ、言うてもかなって思ってるんですが、スキブ6持ちで、冬持って、2で持って、操作時間上げますよっていう感じになっていて、全土路強はいいです。まあ、使おうと思えば使えそうなスペックはもらってるけど、まあ別に優先的にそこまで作るほどじゃないかな。武器がね、すごくいいですよね。全色土路強プラスですね。まあ、ステアップもちょっとありますけど。で、スキルは、一番下まで下げておけば11ターンなので、まあ、比較的、まだ貯めづらくはできるかなみたいな感じですかね。はい、っていうところで、まあ泥強武器ですね、いろいろ持ってる方はそこまで不要かもしれないですけども、まあ飛空艇も持ってないよとか、
アムロ持ってないようだとか、まあ、パイモン武器とか、あとはまあサメの魔人の武器だったりとか、まあその辺ですよね。うん、ドロキョウ武器持ってないよっていう、今、まあ特に最近いつでも始めましたみたいな方とかに合わせるように、最近始めましたみたいな方とかにもいつでも用意できる前職ドロキョウ武器になってくるので、まあこれは結構いいかな。うん、全然編成難易度下げるよってなった時にもね、使えるような感じなんで、全然使う場面はあると思いますね。僕もなんか動画でチラッと使うかもしれないですね。はい、っていう感じになっております。次行きましょう。はい、これラストですね。クワージェ、持ってない持ってない、持ってないし、トレードに出してるんだけど誰も交換してくれないので多分誰も持ってないクワージなんて持ってねえよっていうね。しかもダンジョンで今来てないっすよね、クワージが手に入るところ。強いんですけどね。でも作りたいんだけどないんですよ。でスペックなんですけど、スキルが超覚醒での2しかないんですよ。ここがまあ唯一ちょっと弱さは出しちゃう点かなと思うんですけどね。キレツキョいらないんですよね。キドロキョプラスいいと思いますし、回復ドロキョプラスで3つあるのすごくいい。毒カンプもとてもいいと思います。まあ場合によっては火力覚醒10強3つに無効カンプラス、まあ出るかなって感じですよね。バインド耐性とかもないの気になりますけど。で、スキル8ターンで、陣打ちますよ、消せない覚醒無効全回復してからの1ターンヘイストですね。もう全然いいっすよね。まあもちろんガチャゲンと比べちゃうとやっぱりスキブが少ない点とか、まあバインド耐性で持ってない、封印耐性がないとか、いろいろねちょっと足りないなっていう部分はあったりするんですけど、回復ドロキョ多くて毒耐性持ってて、でなおかつスキルは覚醒無効解除っていうところで、まあ使えるスペックですよね。うん、これだってその辺のダンジョンさんですよ、言うとね。誰でも入手できるスペックでこんだけ持ってるのはいいかなって思いますね。はい、っていう感じでした。以上ですね。ということで、まあいろいろ見た結果こんな感じかなと思いまして、今ちょっと作れるだけこうやって頑張って作ろうとしてるんですけど、まあちょっとね持ってないキャラがちらほらスペダンの期間限定で降臨してるやつらのやつはちょっと手に入らないとかあったりするんですよね。その他もちょっと注目してるキャラクターはまあいるにはいて、例えばケツアルコアトルとかですかね。この辺とかもスキブ6にできますよ、浮遊持ち無効感4つですよ、ダメージ半減2ターンと2ターン回復操作時間延長ということで、まあなんか使えそうだなと思ったりもする、ちょっと選ぼうかなと思ったキャラの一体ではいるとかあったりしますし、あとはまあ曜日とかも一応ね、回復ドロッキを4つ持って L 字も4つ持ってっていうところで、まあスキブも4つありますし、ただスキルがねどうかなみたいな、操作時間回復タイプエンハンスありますよっていうのはあるんですけど、ちょっとまあ結局スキルの役割が薄いのかなって感じ。覚醒はすごくいいと思うんですけどね、ステータスもまあまあ文句ないですしとか、あとはまあこの辺ナロとかも超つなぎ2個持ちの3ターンで属性吸収無効できますよとかあるけど、うん、まあこれも場合によっては使えそう。キラメージ軽減とかがすごく活躍する場面はあるかもしれない、うん、っていうのはあったりするんですが、まあ一旦そのぐらいかなと思いますね。ちなみにあのアマージュとかは今回選んでません。ちゃんとこのダンジョンでいつでも入手で、いつでもではないか、クワージュとかは違うか、まあダンジョンで手に入りますよみたいなキャラクターをですね、今回はね。ヒミルとかだってなんかダンジョンさんとはいえどみたいな別にヒミルが降臨するわけじゃないしみたいなね。こいつもまあ言ったら期間限定みたいな、というかまあなんだろうな、パズパスに入ってたら、ね、手に入ったりはするかもしれないですけど、ちょっと特殊なねメダルのキャラクターだったかな、まあ、パズドラレーダーとかでも手に入ったりしますけどね。はい、とかはあるんですけど、うん、まあ一旦こういうのは除外で、はい、ということで、今回はこいつらを選ばせていただきました。だから全部で何体かな、1体2体3体4体、5体6体で、あとはあいつが入って7体かなって思います。7かな、全部で7体紹介しましたかね。あとはまあヘキサゼオンとかも本体はね、まあ一応火力高いですけど冬持ってて、まあスキルの役割どうかなっていうのもあって、武器とかはタイプ不要とスキルプラスで、まあスキルレベル上げなかったら結構溜まりづらい、もうめっちゃ溜まりづらいですけど、で、あとはまあ光コンボ強化なんで、まあランダム方面とかで溜まりづらい武器としての起用はあるかなと思ったりはしましたね。コンボ強化で加点したい時とか、ランダムぐらいでしか僕はこの武器を使ったことがないっていう感じなんですけど、こういう闇の方を使ったかな、うん、っていう感じなんですけど、まあそういうところの出番はあるかもしれないですね。はい、っていう感じはありますが、まあちょっと優先度としては、ただめんどくさいんでねランダムとかやられる方はなるべく早めに作っといた方がいいかも。いざ必要な時めっちゃヘキサゼオン作るのめんどくさいです、めんどくさいですね。はい、っていう感じになっております。以上、とりあえずこんな感じで全部で7体紹介させていただきました。はい、
ということで、少しも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。とりあえず、シードラ作りましょうね。はい、そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。